ダニエル・オーデットは、イタリア取の出身のモータースポーツ関係者。F1 のスクーデリア・フェラーリのチームマネージャーや、ランボルギーニエンジンのマネージングディレクター、スーパーアグリ F1 チームのマネージングディレクターなどを、歴任している。ミラノのブレラ・アカデミーで現代美術を専攻した後、24歳の時に、ラリー活動を始めた。ランチアチームに加わり、サンドロ・ムナーリア、 ルカディ・モンテゼモーロの小ドライバーとなったが、足を負傷して、選手生活を終えた。オーデットは、ミラノの勃興に大学で経営学を学び、フィアット創業家のアニエッリ財団に加わる。1976年、モンテゼーモロの公認として、スクーデリア・フェラーリのチームマネージャーに就任。1977年末には、フィアットのモータースポーツ活動のマネージャーに就任した。 4年後にフィアットから独立し F1 やパワーボートの世界でスポンサー仲介業に就いた。1989年クライスラーに買収されたランボルギーニの F1 エンジンプロジェクトの責任者となり1993年まで働いた。プロジェクトが閉鎖されるとエナジードリンクメーカーパワーホースがスポンサーを務めるスーパーバイク世界選手権に関わった。 1996年、トム・ウォーキン賞が共同オーナーを務める理事に加入するが、ウォーキン賞とフラビオブリア・トーレの間でトラブルが発生。オーデットは、ウォーキン賞が買収したアローズに加入し、チームが消滅する2002年まで働いた。2003年にはルノーに加入し、フランスのエンジン部門とイギリスのシャーシ部門の中介役となった。2004年には、 ジョン・メナードが率いるメナードエンジニアリングのコマーシャルディレクターに就任し、イギリスの前線基地、リーフィールドテクニカルセンターで働いた。2005年、元 F1 ドライバーの鈴木アングリに壊れて、スーパーアングリの設立に参加した。鈴木は、ランボルギーニエンジンの供給先だったラルースのドライバーとして、以前からオーデットと面識があった。オーデットは、 スーパーアグリの本拠地として、リーフィールドの賃貸契約をまとめ、トム・ウォーキンショーレーシングの元スタッフを呼び集めた。参戦初年度の2006年は、アローズ A23 を改装して参戦した。2008年、スーパーアグリは活動を中止し、オーデットはカンポスレーシングのマネージングディレクターに就任した。チームは2010年から HRTF1 として F1 に参戦した。 ありがとうございます。